こんにちは、 MSTV アシスタントのことりちゃんこと高梨レイラです。チャレンジ男子キャスター5期生関根博士と申します。はい、お願いします。そして私丸山博士、カメラを回しておりますが、はい、はい、今回はですね、川崎の ATV 急に乗ることになりましたね。はい、なのでことりちゃんレーシングスーツで試乗しております。私もレーシングスーツ、一応関根 D はですね、一応オフロード用品ちゃんと着て、はい、来ておりますけどね。さあ、まず第一印象どうでしたか。はい、今回ですね、私たち3人とも全員 50cc、90cc、そして今目の前にある 300cc のこの3台を乗ってきました。じゃあ関根 D からその3台乗ってみたちょっと感想、インプレを。最初乗って、まあ、一番最初 50cc、KFX50 って、ね、はい、乗ったんですけど、あのハンドルを曲げて曲がるっていうのが多分バイク乗りの中にこうないので、感覚としてバンクですもんね、私たち。こう、ま、こうやってもあれ、ま、全然曲がんないぞっていう困惑が最初強かったですね。慣れてきてから、なんとなく分かるようになってきてから、あ、これすごい楽しいかもっていう感覚に変わっていきましたね。そう、私も、私の場合逆に、50cc を最後に乗ったので、最初に思ったのは90、300を先に乗ったせいでちょっと最初の出だしのトルクが、そう、ちょっと薄いかなとは思ったんですけど、走り始めてしまえば一番車体がやっぱりコンパクトなので振り回しやすい。だけどどこまで行くとポーンって飛んでしまうのかがわからないので、ちょっとまだそこまで攻めることはできなかったんですけど、ただあのサイズだったら、もともとちょっとお子様向けっていうこともあったので、なんか小さい子がテケテケテケってダート走りにもちょうどいいかなって思います。丸山さんは50乗ってみてどうでした。俺はね、やっぱり一番最初にこの300から乗ったじゃないですか、はい、おー、なんかね、普通にツーリングするおもちゃのバギーかなと思って、農耕作業車かと思って、ミュールとかね、川崎のね、ありましたね、ああいうのかなと思ったら、いや全然やっぱりバギーしてるし、いきなりストレートでもう横向いちゃうしね。そういった意味では、あ、パワフルさと、なんつうんだろうな、ちゃんとバギーらしさの、面白さがあっていいなって。で、90、50って下げてったんだけど、ホイールベース、結局ね、パワーがなくてもホイールベースとか小さくなっていくんで、結局荒っぽさは同じで、どれを乗っても同じような楽しめる感覚。排気量が小さいからといって、なんか非力ではなく、全然横向いて走れるし、なんかアクションライドをね、すごい楽しませてくれる。その意味はやっぱり足回りとかね、はい、結構しっかり本格的なバギータイプの足回りがね、ついて、今回は、90、50はやっぱり本当はキッズ用というのもあって、本当は速度リミッターじゃないけど、最高回転数のリミッターと、あとは落ちたらね、キルスイッチが入るようにとかっていう安全セキュリティとか、あとスロットルってみんなこのタイプなんですよね、はい、これを全開にならないようなストッパーとかが本来はついてるけど、今回は川崎さんの配慮で、あんたたち全開でいいでしょっつって自由に乗り、そう、全開にさせてもらったんで、はい、なんかどのマシンも楽しかったよね。どれが一番楽しかったですか。でも、90か300で迷うんですけど、300の方がやっぱ車体がでかくて挙動が落ち着いてるんで、スライドとかが結構楽しめるかな、うんうん、そうですね。ただ意外とスピードが乗るんで、はい、なんかうっかりするとハイサイドするぞっていう思いがあったけどね。コースじゃないですけど、うん、ここのこうちょっと道に沿って走った時、300はうおー、コースアウト、コースアウトっていう風に、はい、なりましたね。ちょっとアクセルコントロールはちょっと一番気をつけなきゃいけないかなと思うんですけど、車体大きいので、うん、がっつり立ち乗りね、ニーグリップっていうかできるので、そこね、ここできるの、うんうん、で、このハンドルの位置も結構高いので、そこは一番50と90と違 う、 こうちょっと乗り方ができる楽しさかなって。普通にシートも大きいので、座ってテケテケテケってこうゆっくり走るのもいいですし、ちょっとアクション的な走り方はするのもできるので、それを2曲両方対局に楽しめるのはいいかなと思ったんですけど、ただ小さいマシン振り回して思いっきり走るのも楽しいから、結構悩みどころだなと思いました。小鳥ちゃんはどれがいいですか。そう、今言ったように、うん、結構3台のマシンそれぞれ特色あって、うんうん、どう楽しむかによって違う。そうね、はい、これそうなのよね、うん、3台あったらね、どうしようかなと思うけど、はい、今ね、これだって結局バギーだから公道乗れないじゃないですか、はい、で一応ね、開発者の人たちにも、これはやっぱ北米がメインターゲットですかって言ったら、いや基本北米で売りますけど、これからは日本だと、
これからは日本の皆さんに楽しんでいただくために、販路を増やしたりとかっていうのをやっていくので、ぜひね、我々日本人もこういうのをね楽しめるような、優雅な生活をしたいなと思うと、もし私がねどれにしようかなって1台ね優雅に買うんだったら、一応ねやっぱり300かなとは思ってる、はいはいはい、子供とか例えば俺が300買いましたね、で小鳥ちゃんがいたら、まあ、小鳥ちゃんのためにはやっぱりね、はい、俺ね50、90はどっちでもいいと思う、はいはい、はっきり言って50で全然もういいと思う、スライドも全然するし、ね、できますね、うん、だけどお父さんとしてはやっぱり1台バーベキューセットも運ばなきゃいけないし、そうそう、うっかりしたらもう一人ね乗っけて運ばなきゃいけないし、活用はいろいろとできるじゃないですか、こんなに荷物乗せられるし、だから でっかいキャンプセットを持って積んで、ただこれトラックじゃないと積めないね、 あれだったらハイエースに、まあ一応これもハイエース乗るわ、一応乗るね、じゃあハイエースにこれ2台積みだ、でラダー2本やればいけますかね、うん、バーベキューセット積んでこういうだだっ広いところに来て、お父さんテント立ててる間に小鳥ちゃんがあれで走り回って、でたまにお父さんはこれで買い出し、はいはい、水飲み場とか、はい、そういうのに行ってって言ってね荷物を持っていけると。ただこれが単なるじゃあ移動手段かっていうと全然バギーだよね、うんうんうん、それ思いました。本当にこのあの2台に比べて300は、うん、まあ、移動手段としてなんだろう、まったり走るものかと思ったら全然そんなことなかった、うん、レジャー感ありますよね、うんうん、レジャー感ね。だってさ、ハイロー、ローあ、まあ、使いここまで使い直さなかったんだけど、ハイローあるでしょ、で、メーターちゃんとありますもんね、メーターがあってスロットル、そしてねパーキングブレーキ、あっちはねこれはねあのワイヤーで引いてエンジンスターターだけど、あっちキックキックあったね、キックも面白いけどね、でもねバッテリー上がってもいけるようにとかそういう配慮もあってね。これなんか何入ってんの、こういうとこ開けたくなっちゃうじゃん、パカ、はいはい、ツーボックス、あらもうねレジャー感たっぷり、ここに乗っけてね、はい、なんか遊びたくなるしね。ちょっとね各部詳しく見ていくとね、足回り、デフがあってですね、スイングアームですね、一本刺すなんですね。これ結構荷重大きくかかってくるともう一個ね二本の刺すにしたくなるところだけど、でも一本刺すで非常に簡易型に作られてます。ただスイングアーム形式ですね、エンジンについて、いやフレームだね、エンジンはフレームに吊るして、そこからのシャフトドライブで、横サイドに来ている、リアブレーキはワイヤー式になるのかな。ブレーキに関しては本当にあまりだね、ね、しっかりしてるなと思うけどね。排気音なんかポト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 っていうフォーストロークの音で面白いですね、はい、タイヤサイズ各、300はねもちろん大きいけれど、でもあっちね2つこの2台、ちょっとここの2台行っちゃっていい、はい、ここの2台に行くと、はい、手前が 50cc、はい、そして奥が 90cc ということで、それぞれそうタイヤサイズとホイールベースがそれぞれのパワーに合わせて、うんうんうん、ホイールベースとか決まってくるんで、はい、これはこれである意味なんだろう、どれも同じ楽しみだよね、うん、同じ楽しみ、はい、意外とこれ年齢とか成長に合わせてかなと思ったんですけど、うん、割と全年齢対象なのか、うん、キャラクターが違いますよね、はい、そうなんだよね、年齢が上がってきたから体が大きくなったから大きい方をっていうわけではなくて、別にあれ50でもいいかなっていうね雰囲気、どうだろうね、50と90の選び替えが非常に難しいと思うんだけど、ノーパッセンジャーってなってるから2人乗り禁止なんで一応、50、90ともにね、で装備上で言ったらこっちキックついてる 90cc、 あこっちもついてるんだね、はい、でフロントのサスペンションはこんな感じ、フロントはさすがに2本のサスペンションがあって、リアサスペンションはこっちもモノショック、モノショックですね、本当に簡易型のね、あでもチェーンドライブですねこっちはね、はい、チェーンドライブ、そしてこっちが2ついって、同じくチェーンドライブ、シャフトドライブは300だけですねさすがにね、チェーンのメンテナンスがまあ必要になってくるかもしれないけど、はい、ちょっとまたがってみてくれる小鳥ちゃん、はい、ポジション 50cc どうですか、小さいは小さい、小さいね、小
さいは小さいですけど、体に不自然な体勢にはならないです、うん、ただアクションライドするときにコンパクトじゃないと、そう、振り落とされそうなのをリカバリーしなきゃいけないからね。よ、滑った時のこのね、関根 D は FD 乗りとしてドリフトマシーンどうですか、こういう。楽しいですけど、やっぱし続けるの難しいですね。ああ、そうね。そこはやっぱりね、ロータリーのパワーが欲しいとこだけど、でも練習にもなるんじゃない？そうですね。ずっとうまくね、回し続けられるようにするのも楽しいかなと。はい、ということで今回は川崎の ATV を3台急遽試乗させていただきましたが、思いのほか楽しくて、ね、3人ともなんだろう、おまけで乗ったのにめっちゃ楽しんじゃいましたそれでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。